銀幕にポップコーン,コーン <laughs> はい本日も始まりました銀幕にポップコーン今回はゴールデンカムイについて語っていきたいと思います、えー、本日は私山田とライターの竹島瑠衣さんよろしくお願いしますはい。 よろししくお願いいたしますこの2人でお送りしていきますということで「ゴールデンカムイ」なんですけれども、まあ、こちら「週刊ヤングジャンプ」で連載されましてシリーズ累計2700万部を突破した大人気漫画を原作にした実写映画となっております、えー、ハイアンドローシリーズを手掛けた久保茂明さんが監督を務め数々の漫画原作作品で主演を務めた山崎賢人さんが主演主人公藤見の杉本を演じます、うん、はいということで、えー、あらすじです えー、明治時代末期、えー、日露戦争帰りの男杉本彩一は砂金取りに訪れた北海道の地でアイヌの隠した金塊にまつわる噂を耳にします。杉本はアイヌの少女アシリパと協力し金塊、えー、の行方を追いますけれども同じく金塊を狙う陸軍第七師団の鶴見中尉と新選組の生き残りである土方歳三も金塊争奪戦に下り、えー、事態は三つどもえの様相を呈していくというお話になっております。うんはい とということでね大人気漫画原作映画として、まあ、最近はね本当に漫画原作の実写作品非常に多いですよねしかも、なんというかもう漫画原作実写映画ってちょっと怖いみたいな印象が結構一昔前はあったかと思うんですけれども、まあ、大体面白いというか、うん、みんな満足して帰っていくような作品が本当に作品ばっかりですよね。 いや本当そうですよね、あの、うん、この銀幕にポップコーンも取り上げた「ONEPIECE」とか「悠々、うん、白書」も去年ありましたけど、はいまあ、あれは映画というよりは、まあ、ドラマシリーズっていう、体、うんえー、裁を取っていましたが、多分もう作り手も、まあ、いわゆるジャンプ系原作漫画っていうものをどう、うんえー、実写に落とし込むかみたいなノウハウがだいぶ溜まってきたのかなみたいなのをなんとなく感じていて、なんか本当に最近、 あの見る作品はクオリティが高いなっていう印象が、ねねまあ、結構あの実写化っていう,こう処方が来るとみんな「うん、えザざわざわ」みたいな感じになるんですけれども <laughs> 結局なんか「あすごいみんな安心して見ようよ」みたいな「絶対面白い」みたいな感じになるっていうなんか結構そういう一つのパターンが「ONEPIECE」かね非常になん大丈夫なのかみたいな感じでみんな言ってたんですけれども、うん、蓋を開けてみたら「えなんかすごいワンピース」。 みたいな感じになっていたりして何というかこう時代の変化というかこうしう、ね、進歩を感じますよ、ね、いや本当におっしゃる、はい、通りだと思います。はい、ということで、えー、とまずは全体の感想ネタバレなしで、えー、語ってまいりまして、えー、映画の中の具体的なお話に入りましたらネタバレありの、えー、注意をしいたしますのでそこから先これから映画見たい。 よっていう方は、ネだバレなしのところだけでも、一緒に楽しんでいただければなと思います。はい、はい、ということで、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、そうなんですよね。まあ、ゴールデンカムイに関しても、私も全体の感想として、朝一でアイマックスで拝見したんです。けれども、うん、まあまず、北海道の雄大な自然が何より美しいというのが、まず一つあって <laughs>、その点だけでも、ちょっと。このお前、まあ、実写映画でどのくらいの予算がっていうところで言うと、まあね、あのゴジラマイナスワンの予算が、そんな。 予算で作ったのかっていうことで海外のハリウッドの方が大驚きしたっていう話はありましたけれども、まあ、やっぱりその昔に比べるとこう撮り方だったりとかかける予算だったりとかもうロケするする必要があるんだからしますっていうところでもうロケに行くみたいな感じで、まあ、非常になんというか撮りたい絵に対してこういうふうに撮るっていうのがこう実現しているような映画になっておりましてまあえっとまあ今回。 昔の北海道の風景が出てくるんですけれども、非常になんというかリアリティというか、うん、あなるほど、漫画で描かれた風景ってこんな感じだったんだなっていう風に、あ新鮮な気持ちで見ることが今回できましたね、はいな,おかつまあ、なおかつねあの、まあ、キャラクターに関しては予告編でね、すでにもう山崎賢人さんがとかこう、アシリパを演じる山田アンナさんとかが出てますけれども、まあ、 すごい再現度で、まあ、特にこれはネタバレかもしれないんですけれどもあの原作ではね顔芸みたいなところがね結構あったと思うんですけれども、まあ、アシリパの顔芸の再現度がすごくてです、ね、多分これのためにかなり練習というかこうトレーニングを積んだんだろうなっていうのを伺うくらいの <laughs> こう絵で描いたような表情が見られますので、まあ、それはちょっと楽しみにしていただきたいなっていうのと、まあ、やっぱりこう現代の。 実写化っっててて作品に対してこううみ,みんなが愛を持いるというかまあ、2700万部売れた漫画ですから結構な人が読んでますしまあ、アニ漫画読んでなくてもアニメや見てて好きみたいな感じで結構こうみんな見てるっていうところがある中で、うん、もう愛を持って演じたり愛を持って制作してるっていうところが非常に感じられる映画化になったかなと思います。ただあののの、はい、週刊漫画のテンポっていうのがい この映画の中でこだわっていて、まあ、この映画がどこまでのお話を描くのかっていうのはネタバレありで語りたいと思うんですけれども、まあ、結構、週刊漫画、しかもバトル漫画とか、生き死にがあるような漫画っていうのを引きでこうお話を作っていくようなお話の作り方だと思うんですけれども、うん、そのテンポで結構、そのまま映画の中に落とし込まれていくと、大きな映画の中の物語の流れというよりは、結構、ぶつぶつとこうネタが続いていく、出来事が続いていくみたいな印象があって、まあ、特にこう序盤に関しては、 若干ちょっとこうこの映画どこに行くんだろうなっていうようなこう不安があったのがこう、うん、漫画原作実写映画のもしかしたら今後の課題になっていくのかもなというのは感じましたね。のただあの原作ファンに対して言うんだとしたらまあおそらくこう見てがっかりするようなことはないですしその、うん、あこういう光景だったんだこういうアクションだったんだこういうキャラクターだったんだっていうのを感じられる、えー 映画になっていると思いますので、まあ、非常にお勧めできる映画かなと思いました。はい,はい、はい竹島さんいかがでしたか？そうですね。まず、最初にあのこの番組の見ている方にお詫びしなきゃいけないことがあるとしたらですね。はい、<laughs> 僕はあのまず、野田聡先生の漫画を読んでなかったんです。い<や>なので、はい、はい、ひょっとしたら珍しいバターンなのかもしれないですけど、実写化をの作品をえっと先に。 えーと社会で拝見させてもらってから、はい、後追いで漫画を読んだ人間なんですよ。なのであちなみに今田さんって先に漫画読まれてたんですよ、ね。あそうですねまあ結構あの完結のタイミングで盛り上がっていたのでそこで、まあうん、改めてバーッとまとめて読みましてっていう感じですね。 でも私も「あ,ーうん、あのそのゆう白書の時もすごい気になったんですけど、すごく面白く感じなんですよ、なぜなら原作を知ってるからっていう前提がある中で、そのうん、原作を知らない人は果たしてどう見るのかっていうところは、今回の映画でも非常に感じたところなので、とても気になるんですよねまず僕、漫画を読んで思ったことがあって、はい、えっとちなみにアニメも見てないので、そこは、はい、あの改めてお詫びする次第でありますが。 えっと、とにかくこれやっぱり受ける要素あるなってすごく思ったんですよ漫画読んでうんそうですねつ,、はい、つまりこれ実はグルメ漫画の側面が強くてはいあのなんか「レスの肉団子とか「熊の蝶詰めとかそれで1話使うみたいな風が、ね、それで1話使うみたいなのがあって <laughs> 僕ちょっと感動してちょっとねメモしたんですけどちょっと読み, <laughs> 読みますねあの、はい <laughs> 杉本が初めてそのリスの肉団子を食べた時に言うのが「肉は臭みがなくほんのりと甘くてきゅうの香りがある柔らかい肉の中に細かく刻んだ骨のコリコリとした食感が良い」って言うんですよこれもう完全に山岡四郎ですよねこれいやそうですねもしくは栗田さんですよね全然臭みがないわみたいな <laughs> <laughs> なんかそれを読んでて 俺あの最初この漫画第1巻で「203コーチ」でしたっけ、はい、で本当とに何かプライベート・ライアンみたいなもう過酷な、ね <laughs> はい、戦争シーンがあるじゃないですか。でちょっと気を許してなんか数ページめくったらもうなんかコリコリとした食感がうんの言ってるんで <laughs>、はい、なんか。 やべえなこの漫画っってまず思ったすそうです、ね、マジゴールデンカブイの第1話はマジで神がかってます本当にに名文も何もかもが 1> <laughs> 第1話2話とかの流れで本当にあこれはもうあの編集さんがこれは売れる漫画だって確信したであろうっていうもの、うん、出だしですよねあれは。いや本当にそう思いました <laughs>、はい、で僕ちょっと思ったことがあってなんかこの旅先で要は食べ物食べ物を調達して まあ知恵と経験で美味しいものを作るってなんか最近見たなって思ったんですよ。<ー>今アニメでダンジョン飯やってるじゃないですか。いやそうかはい。<laughs> まあ漫画自体は10年前ですけど、<laughs> はい、あれちょうど今アニメ化されてるんですね。はいそうですね。<あ>はい、とっても話題です。はい、はい、あれって要は RPG 的な世界観の中で、主 <laughs>、うん、人公たちがダンジョンに行って食料をなんかえっ、ー、と町で調達するんじゃなくてモンスターやっつけて モンスターを美味しく調理して美味しく召し上がるっていうすごい話なんですけど <laughs>、はい、なんか要はアウトドア系グルメ漫画って思ったんですよ僕読んでてうんでこれがすごいとで冷静に考えてるアウトドアって今めっちゃ流行ってるじゃないですか一人キャンプとかつまり、はい、あのー ツボとなるエッセンスが本当に抑えてて、これがまずこの漫画すごいなって、僕、感動したんですよそうですね、まあ、あのいわゆるこう北海道で西部劇をやるっていうコンセプトって、うん、で一言で説明するんですけど、明らかにその中に料理漫画だったりとか、もう歴史もののエッセンスだったりとか、もう読み進めていくとね、どんどんこう、なんていうんですかね、殺人鬼が出てきたりとか、<laughs> どんどんそう,こう、ジャンルのごったりで、あのタヤで DVD 出たらどこに並べるねんみたいな感じの。い本当に <laughs> そそうそうこのごったに感がすごいなって思うししかもこんなに最近うんこうんこいう漫画ないなと思って読んでて<笑><笑>私でもうんこで笑っちゃうタイプなのですごい笑ってしまいました <laughs> 今回何でしたっけ「おそま」か「おそまか」そまです、ねなんかはい「おそま入れたの入れないだの」っていうところでずっと笑わせにかかるっていうこ <laughs>、はい、のくだらなさあの この漫画僕がすごいなと思ったのはそのコントラストですね。その結構は語話描写もあるようなアクションっていうものと、えっとその、えー、コミュニティ的な部分っていうのが実はものすごい振り幅が広い漫画だと思ったんで、んはい、で実写するって多分これは大変だったんだろうなって後追いで思った感じなんですよ。<ー> <laughs> <laughs> 順番、普通の人と逆,、ね、逆なんであの映画を見てっていうことです、ね、映画を見て、はい、<laughs> その苦労が漫画を読んで気づいたっていう感じで,で僕は、えー、とまず、だからちょっと錯綜、えー、した言い方がありますけど映画を見終わった瞬間はふーんって感じで流れていっちゃったんです。ああ、なるほど、はい、はい。まだあんまりいろんなものがつかめない状態で、うん、えと僕は見,見なきゃいけなかったのでじゃあんまりこう強烈な語る質を感じる部分もそんなない。 うんうん、っていう中でどこに面白みがあるのかって言ったら多分そ個々のそういう部分だったりすると思うんで、うん、で漫画を読んで実はすごくチューニングされてるなっていうところに 感心し直したっていうのが僕の印象ですかね。はい、そうですねそのここまでにこうお出しされるそれこそ料理じゃないですけど実写映画でここの2時間にまとめるっていうこの過程をに思いをはせられるようになったらすごくないみたいな感じになったっていうことですよね。そう,そうなんですよでそれ具体的にどの辺が中に踏まえかなっていうところは <laughs> まあちょっとネタバレありの方でお話しさせていただきたいと思いますけど。 僕は、まあ、あの本当にこの映画を見て、まあ、いろんな意見あると思いますけどそんなように思ったのは非常に制作サイドはものすごく知恵を絞って頑張って作ったんだろうなっていうのをものすすすごく感感じじたっていううででかねね、うんまあ、その今までの実写ノウハウみたいな話しましたけどもう本当にこ,う、うん、ここを外さなきゃ例えばキャラクターだったらどっ視聴者漫画ファンはここを見たいんだとかそういったところが。 ななんというかこうか積み重ねががああるような感じがありますよねあでも逆にその最初にこう原作知らないで見た時には結構こうスーッとこう何ていうんですか喉越しかん軽い喉越しで飲み込めてしまえるような部分もあった感じですかね。あそうですね、うん、ただ僕は本当に何も知らないで見たので最初のあの203コーチのシーンを見て結構ゴアナ。 えー、作品なのかなっていうちょっと身構えたんですよ。んふんふんでそれをちょっと後でそのネタバレ愛、はい、の方で言いたいんですけどそこの中央が実はすごくうまいその、えー、<ー>飲みやすすすすくしていいるとところがすごいと思ったんででよ、うん、そうですねつまりプライベート・ライアン的なスクルバーグのロワクさんみたいなところを <laughs> あの完全出力させないでそこは堂々とて抑えて <laughs> このぐらいだったらいいよねっていうところを絶妙な塩梅で入れてくるっていうところに。うん あの,スクリプの知性を感感じじたっていう感じですねすごい、うん、でも分かりますそれは、まあ、白黒だから許されるみたいな漫画ゆえの許容範囲みたいなところがある中で、うん、まあ実写にするでそれをそのままあえてやらないなぜなら。 っていうところの知性ですよね。そういう知性、はい、これは多分三池隆だったらもあんまあまあやっちゃうかもしれませんけど、<laughs> ちゃんと考えているっていうのは感じましたかね。はい、まあそれは別隆を腐らせて言ってるわけじゃないですけど。もちろんわかります。その,の、はい、なんで三池隆の魅力になるっていうところで言うと、うね、まあこの原作ファンに寄り添うっていうところですよね。はい、そうですね。まあその。 まあいろいろこう漫画原作がある中でね、いろいろ話していきたいなと思うので、うん、まあ早速ネタバレありでね、ちょっとそのあたりのチューニングだったりとか、まあ、驚いたシーンだったりとかがいろいろあると思うので、まあ、キャラクターのディテールについてもですね、ちょっとまあネタバレありで話していきたいかなと思うんですけれども、ということで、はい、まあゴールデンカムイね、えー、絶賛上映中なので、皆さんぜひぜひ、大きい画面で見ていただけると、すごい、あのやっぱ私、北海道でしかロケできなかったっていう監督のえコメント聞いて、うん、全くその通りだなと思っていて、はい、やっぱあの新千歳空港に降り立った瞬間に、 生えてる木が違うんですよね。<ー>やっぱ北海道って、はい、まあそういう意味でもまあここでしかできないロケでありっていうところのこだわりみたいなのはもう当然そうなんだろうなと思いつつ、うん、でもそれをこう、うん、まあ、なおかつ雪深い北海道のロケって、もうどう考えても大変じゃないですか。めちゃめちゃ大変だった。<laughs> はい、<laughs> もう見て見てるだけでもうだって足跡つい いいけないのにたくさんのスタッフがあの周りにはいると思うと、うん、もう本当にこう涙が出そうになるくらいなんですけれども、うん、<laughs> まあそこもねまあ、ぜひぜひちょっとご覧になっていただきたいなと思うので、まあ、これから先ネタバレありのお話ちょっとさせていただきます。はいはい、ということでまあそうですねまあ、203コーチのシーンなんかは本当に、うん、まあ原作だとあの早速。 こう杉本の首に弾銃弾が刺さっていき周りのキャラクターというか、うん、周りの兵士たちは体に穴が開いていきというような阿炎共感なんですけれども、まあ、結構絶妙なラインでしたよね最近、こう塹壕戦みたいな映画って結構出てたと思うんですけれどもあまりその、まあ、ゴアはゴアだけどゴアになりすぎないっていうのはすごくわかります、私も竹島さんのおっしゃること。はいあの <laughs> 僕が一番上手だなと思ったシーンは、うん、えーと中盤であるヒグマの攻撃で人間の顔の皮が剥がれるシーンがありますよね。<laughs> あれ,あれあの原作知らなかったらびっくりしませんでした。<laughs> びっくりします。<laughs> はい、びっくりして僕まず漫画を読,み読んだら、はい、結構はっきり人間の顔ピリってめれてて、はい、あこれこんなに忠実に描いてたんだってびっくりしたんですけど <laughs> 僕後追いで感心したのは実はあのシーンって。 えっと、カメラを、ヒグマの、えっ、ー、と、巣の穴の奥に固定して。ちょっと遠目に撮ってたんですよ。はい、そうですね、実写の方では、あの、穴から何かが起こってるっていうのを見るみたいな形になってましたよね。なってましたよね。はい、つまり、えっ、ー、と、それを、ものすごいふ、えー、よってみせるんではなくて、遠目から対象物を小さくして。うん そこに明らかに語話描写はあるんだけど、ショック度はちょっと中和するっていう計算がなされてると思ったんですよ。これって、あの見たらそうかと思いますけど、なかなかそういう発想って難しいと思ってて、つまり、描写自体は甘口にしないっていう強い覚悟がありながら、<ー>それを残酷に習いすぎないようにするって、結構僕頭使うと思うんですよ。うん。 そこの一つの結果としてああいうのが出てくるっていうのが僕は素晴らしいなと思っているんで、うん、僕は本当にそのななんですかその玉置浩がなんか興奮すると脳汁出てくるみたいなそういう <laughs> あのすごいシーンとかもありますけど <laughs>、はい、あれもま漫画も実際そうですけどちょっとバカっぽいんですよね演出が。やりすぎてるから。 あそうですね、はい <laughs> まあ、変顔もそうですけど、漫画だと、なんていうか、このわ笑っていいのかみたいなところも、結構ね、こう時間感覚って、漫画と実写も違っていて、なんていうか、その小間をまたいだら、もう別の瞬間になるみたいなう、うん、出来事なんですよね、漫画って。でもその、映画って自然と流れていくものなので、そのギャグからシリアスに移行するのってこう、一つこう、テンポが必要になるんですよね、こうクッションが。 っていうところもおそらく分かっていて演出してるっていうところがすごいこの映画のこ,うこの映画とそしてこう長らくこう積み重ねてきた実写化のこう、うん、ノウハウだなっていうのは非常に感じましたいやもう本当におっしゃる通りだと思いますであのなんていうんですかね、えー、この漫画って僕すごくこのコメディ感覚を映像化するのは難しいと思っていてなぜかっていうとそれこそなんか、うん、えー おさおそまあ、うんこ食べさせたな食べさせたみたいな <laughs> アホなやり取りの時ってえっ、ー、と駒をちょっとちっちゃくしてなんか変顔になって、うん、フォントがちょっと普通のフォントじゃないみたいにして、うん、や表現するのでつまり漫画っていうアートフォームって、えー、全体の流れはありつつコマ自体で別のトンマナを提示できるんですよ。うん、はい ここれっってててなかなかかすごいいととだと思コててード<だ>じゃないですかつまり、はいえっと、いろんな世界線が一つのページに混在させていて、うんまあ、それを多分読み取る、えー、読者のリトライアシスもすごく上がってきたっていうのはあると思うんですけどそれをなんかこの心理をハラハラしながらこの子までなんかほっとさせられるみたいなことが同時に押し寄せてるんだけどそれを、まあ、普通に読めたとして許容できるっていうある種の共犯関係みたいなのが あると思っていてい、うん、これ絶対映画化でできなないんですよこんな感じは <laughs> そん<な> <laughs> 映画はあの <laughs> 同じ時間で流れていくものなんで、うん、なんか1秒前と1秒後でトンマナが違うってもうそんな頭のおかしなことは絶対できないわけで <laughs> だから僕は今回その、えー、ちょっと僕確信見えたことを先に言っちゃいますけど。はい この映画が一番素晴らしいところって何かっていうと僕はもうキャスティングだと思ってますいやーすはいでももう全面的に遠いですねそれは、はい、<laughs> このキャスティングは僕はもう見事だと思いましたえっ、ー、と漫画を読んで一層そう思いました、えー、特に特にっていうかもうずば抜けて脱獄をしらいし <laughs> いや これは、もう、あの、本当に原作読むとわかるんですけど、もう白石にかかってるっていうのが多分、<laughs> 読んだ人も分かって、多分こう、<ー>望んだと思うんですよね、劇場に。はい,はいはいはい。<laughs> で、まあ、うん、白石が出てきたっていう <laughs>。あ、やっぱあれは、あの、原作をしてた人間からしても、あ、 やっっぱり白石てきたでもいや本当に、あすごいあ、これでこの絵がうまくいくなっていうような、確信に見えた、まあ、見る人によってはね、そう、いや、白石はみたいなところがあると思う <laughs> 千鳥の大悟でやってほしかったみたいなあるかもしれないんですけど <laughs> あなんていうんですかね、その演技のこうトーンだったりとか、まあ、あとはその、くにゃくにゃした時のなの絶妙な軟体動物感だったりとか。うん <laughs> いやもう本当にそうでつまりそういうさっき言った漫画ならではの、えー、とコメディ表現できないからじゃあこの映画は何によってその笑いを生もうかとしたらもう完全に役者の身体性にけけたわけですよねでそれでこの山本悠馬っていう俳優を抜擢したもうこれはもうけいとしか言いようがなくてもともとこの役者さんってあの映画とかドラマとか本当にまあ派役ですけど脇役ですけど、うん、いろんな映画に。 出ているすごくいい役者さんでも僕個人的に「先生君主」っていう映画で出てきてるそううバカ高校生役がすごい好きでした<ー>カラオケノリノリで歌ってる役とかすご <laughs>、はい僕好きでしたけどいや結構こういうビッグタイトルのしかもかなり <laughs> えっとメインに近い役どこうやるっていうのはんか割とこの、えー、山本悠馬さんっていう俳優にとってもすごく転機になる仕事だと思いますしで えー、これ途中で、まあ、序盤であの氷の顔に突っ込むじゃないですか。あれ、もう漫画読んでても、ほぼドタバタコメディなんですよ、はい、もう顔の表情からしてでこれ。これを、多分ほぼ再現できてるんですよ、<や>映像として。そ,ね、<laughs> それがすごい。<laughs> すごいですよね、あれ。いやなんかあの 漫画だと、これこそもう、これはもう、このコメディの回で、あの、川にはまって、言い合いをする。ただそれだけ。しかし、それが面白いっていう回だと思うんですよね、あの回は。で、もう、その、コマで言い合いをして、こう、動きをつけていくみたいなところで、本当に、なんていうか、実際に映像化したら、もう、読んでたら、こう、報復 Z なんですけれども、実際に映像化したら、もう、本当に川でバチャバチャこう暴れているみたいになりかねないんですよ。<laughs> あのシーンは、はい、でも、はい、なんか絶妙に面白いんですよねそのこう川に入ったこう杉本がすごくこうも探し物をしてるそれを川から見ていて入るか入らないかみたいなところのちょっとコント的なこう間があるんですけれどもそれをちゃんと成立させてるんですよねあの2人の会話だけで。い <laughs> いやー素晴らしいですよで、はい、これが多分僕は今回「ゴーデンカム」実写化するだってはすごく重要な要素だと思、うん、いました。漫画を読んでですごくそれ思ったので そこの点においては僕はもう100点満点ではないかと思ってます。<laughs> 本当にキャスティングが素晴らしい。であのでやっぱり主役の、えー、山崎賢人はやっぱりすごいですよ。もう何がすごいかってだってこの人ジョジョの奇妙な冒険やって、えー、サイキックソのサイエンやって、はいえー、キングダムやってるわけですよね。<laughs> ジャンプ俳優みたいな言われ方してますけど。どう、どうなんでしょうねこう、本当にちょっとこう、何ですか、あの、一言で言いやらせないですけど、なん、なんというかこう、う概念になってますよね、もはや。概念そうですね。そうか。もう山崎健人という概念にすらなってる。で、僕はそれはちょっと理由があると思っていて、はい、えー、まあこんだけいろんなヒーロー役やってたら、まあ。 見る側も食笑気味になると思いますし他の作品でもかぶりがあると思うんですけど僕今回の「ゴールデンカーメン」見てもすごく思いましたがすごく現代的なスター性を感じますこの俳優さんから、はい、つまり何が言いたいかというと村的的なな意味味ででの味の濃い絶対的ヒーローロ感と真逆なんですよあの僕の目には無色透明な なんか座標軸がゼロのすごいイノセントな感じがするんですね、うん、この俳優さんって。すすごいいキャンバスみたいな話で、はい、<laughs> あそっか。た <laughs> 多分このニュアンスあの伝わると思ってますけどだ、はい、からすごく、まあ、邪念がないというか一生懸命生きてる感じがするっていうかうだから例えばその「今の国のアリス」みたいなドラマやってても、うん、すごく頼りない部分と頼りがいのある部分が同居しているキャラクターで,、うん、でその。 実は頼りないかもって思える部分がすごく僕は現代的だと思うんですよ。だ、うんうん、からそういうところに何か、えー、と見るものが感情を委託できる。うん、で杉本は僕は最初に映画を見て本当に鬼の形相で人を殺し漫画を読んでももう本当目がガンギマりの状態で人を殺していくんで <laughs> この人はもうロボットみたいなキャラクターなのかなって思って読んでたんですよ。<ー>そしたら普通に なんだろうちょっと茶目っ気のあるキャラクターでもあるじゃないですかしゃべったらそうですねそれこそあの<な>ご飯食べてるところのこおいしんぼパートだと本当ににう可愛らしい <laughs> アシリパさんと<う>、はい可愛らしいですよね、はい、なんかあの見つけた子グマなんか連れて帰りたいみたいなそういう可愛らしい面も <laughs> 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 あったりしてでこれが可愛らしいないいなって思えるのが僕は山崎検討力だと思ってるんですよ<ー>でもアクションシーンも普通にかっこいいじゃないですか だからその僕もこの漫画ってすごくこの残酷なアクション部分とコメディがの振り幅が大きいって話しましたけどそれが体現できるのも実は今更健人っていうスターのなんか唯一無二性かなって思っていてそういう意味で僕は本当に素晴らしい。 と思ってますす、うん、そうですね私、こうびっくりしたのが、一回こう、うん、まあ漫画オリジナル的な展開もあ映画オリジナル的な展開もありつつのところで、こう自分の幼なじみの結婚式に戻ってきたっていうシーンがあったときに、髪が伸びて、まあ、しかもすごくこう、なんていうか、漫画のデザインとはまたこうちょっと違った感じの山崎賢人が出てきたときに、すごい現代のシーンになったかと思一瞬思ってしまったんですよ、<ー>すごく。なるほどはい,はい、はいはい っていいうくらいその現代の若者感っていうのは非常にわかるんですけれども、まあ、それがその我々が漫画で知ってる杉本になった瞬間に全く違和感を感じさせないっていうのは本当にその無職でこう座標軸ゼロで自分がどこに持って行ってもいいけれども,もうその漫画の世界観に自分を染めていけるっていうところなのかもなっって今すすごく思ったんですよねいやもう本当にそんな決しててだからそこの世界に合わせられるのって僕はそれは。 俳優としてものすごい才能だと思ってるんですよ、はい、だからこれだけ引っ張りだこになるのがわかるだって今度「陰陽師ゼロ」っていう映画も出て「ね、今の国のアリス」3も出てで「キングダム」4も控えてるわけですよね <laughs> 恐ろしいですよいやどうスケジュール体を壊さないでほしいみたいな勝手な心配をし始めて <laughs> 映画ってねやっぱ短,短期間それなそこそこの期間でも,ものすごくこう。う 削られるわけじゃないでですすかやっぱり <laughs> そうですよ、ね、<laughs> まあしかもね次はねじゃあキングダムになのもう春秋戦国時代の人間になったりとか大ウ、うん、平安時代の人間だったりとかで、うん、<laughs> その何ていうんですか、ね、温度差で風邪ひくみたいなところで。<laughs> <laughs> 大変だと思うんですけど、まあ確かに、うん、キムタクのものまねするところ役者人はいっぱいいますけど山崎賢人のものまネ確かに見ないなとかいろんなこと考えちゃいましたお話聞いて。できないです <laughs> つまりもうそこにちゃんと全てのシーンにチューニングが合わせられるからだとか、うん、思ってるんですよ。うん、あの昔あれ何年ぐらいだったかな 無限の住人って映画があってキムタクが主演のあれも実は万事っていうしかも死なないっていう設定の剣豪と、はい、杉咲花が演じる女の子が2人で旅するって実は設定ちょっと似てるんですよ。だけど2人の関係性全然違うんですよ。うん、全く違うだってほとんどだってアシリパってあれ1415歳の設定ですからもっと若いんですかね そうですねはいまあでも、まあ、子供であのー、そうですね子供とまあ杉本多分20代中盤ぐらいですかはいはいでもなんか不思議な関係で、えー、と実は足立派の方がちょっと師匠に見えるんですよこの北海道っていう <laughs> えと過酷な地をサバイブするにおいては彼女の方が実は冷静で ああるる意味ちょっっと無慈悲な部分もあったりするでそこで時々でも無邪気な一面も覗かせるっていうのがすごい魅力的なキャラクターでだからすごい不思議な関係性だからいわゆるこうなんだろう大人の男性と少女っていう関係性では全くないとこが面白い、はい、でもでも無限の住人だったら絶対あんなふうにならないんで <laughs> そこが面白いですよね。キムタクだっ 例えばその杉本がキムタクだったらみたいな話になると確かにその関係性があの多分見えてこないと思うんですよねおっしゃることをこう考えていくとでなおかつねこう杉本のすごく魅力的な部分って漫画の時点ですごくこういいあの人気が出た要素としてまあアシリパさんをアシリパさんと呼んでちゃんと尊敬して一人前の人間と見てるっていうところがやっぱりこの二人の魅力だと思うんですよね確かかにそういううい意味ではそのなんて言うんではてんすかね。 こうえ偉そうな感じがしないというか、うん、この無色透明のこうニュートラルな、えー、山崎賢人っていうのは本当にすごいぴったりなんだなっていうのは今思いましたねねそうです、ね、まさに今おっしゃっていただいたニュートラルっていう言葉がすごく似合う俳優さんですよね。うんうん、で僕このニュートラルな人が真ん中にいるから他のキャラクターがつまり際立つと思うんですよ。うんうん 木村拓哉なん、木村拓ばっかり言ってて申し訳ないですけど、木村拓ファンの方です、別に木村拓はもう絶対的スターなんで、もそれはそれでいいんですけど、はい、<laughs> そうですね、まあ、<laughs> そういう形のやっぱスターのあり方がやっぱ90年代にあったみたいな感じにも語れる気がするので、うんはい、すごい興味深いですね、その点も。じゃあもっと時計の針を <laughs> 昔に戻してそれこそ高倉健とかみたいな時代に戻してもいいですけど <laughs> つまり絶対的なスターっていうのが、うん、銀幕を飾っていてその人の引力によってみんな吸い付けられて映画を見に行くっていう時代があってそういうスターってある時はそれが石原裕次郎だったかもしれないし松田優作だったかもしれないしで今は木村拓哉かもしれないしっていうふうにつながっていたと思うんですよ。 ただそのスターの在り方が今多分変わってきているでるのニュートラルなスターとしての、えー、山崎賢人がいるじゃあそうなった時に何が発生するかっていうと周りのキャラクターが引き立つっていうその群像劇としての面白さが逆にそこで浮かび上がるっていうのがやっぱり素晴らしいなと思うんで、うん、だから。 だからもう白石最高なんですよね <laughs> そこでま,あ、ま,さますます,す白石の魅力というかこう役者さんの魅力に倍化された白石の魅力がこう出てくるっていうところで本当にあの3人はメインキャラだと思うんですけれども、まあ、バランス崩しちゃうとほんあの成立しないじゃないですかやっぱり。っていうところでもこれはちょっとこ,う、まあこの映画なんとこう3巻。 ぐらいまでしかないというので、私は本当にびっくりしたんですけれども、<laughs> ということは全31巻だから十部作になってしまうということなんですけどそうですよね。<laughs> はい、どうするんでしょうね。はい、<laughs> しかもですね、こう大人気キャラであるこう谷垣さんだったりとか、まあ尾形さんなんかは本当に、うん。 もうちょっとしか出ないんですよねこの映画、うんまあ、しかも役者さんは非常に豪華というところで前田ゴードンさんが尾形さんを演じてますよね。と、はい、<laughs> いうところで、まあ、あの今回スタッフロールの後に今後出てくるキャラクターの顔見せもなんとあるんですよね、この映画。なので皆さんあのあのエンドロールで立たなかったと思うんですけれども <laughs>。<laughs> <laughs> っていううとところで言うと、まあ まあ、しかもねその、役者さんも今回、舘ひろしとタマキロシが二人のこう三つどもえの勢力のうちの二つのこうリーダーであるということが示唆さ,示唆されて、まあ、群像劇っていうのが、うん、えあの示されたっていうところが今回の「ゴールデンカムイ」の映画版、まあ、本当、序章ですよね、<laughs> そうですね。で、<laughs> 僕その、北海道の地で、要は三つどもえのになる話っていうところって、実はこの。 映画の監督、名前何でしたっけ？えー、っと、この監督された方って、久保さん、はいはい、はい、ハイローの監督さんなんですよね。そうですね。ハイアンドローシリーズをずっと手がけてらっしゃって、はい、ハイローってあれもえっ、ー、とソードソードだっけな。ソードっていう架空の都市で五つどもになる話だったじゃないですか。はい、<laughs> そうです。そうでしたね。そういえば。<う> <laughs> で僕はそこが素晴らしいと思っていて僕それでこの監督抜てきたしたんじゃないかなって勝手に僕は妄想してるんですけど<ー>あの多分この映画漫画を映画化する条件はいくつかあって、はい、きちんと、えー、各キャラクターの個性を見せ場を作れる人やれますよ廃炉ですから。うん <laughs> なるほどなるほど灰炉でどれだけの人間たちをそれ描いてきたんだっていうお墨付きです全員人気出てますみたいなところですよねす全勢力人気ですみたいなだって灰色なんてキャッチコピー <laughs> み,みんな主人公みたいなそんなコピーだったと思うんですけど、はい、であの、まあまあ、北海道って広いんでちょっと局地的は言えないんですけど、うん、まあ,ある、えー、と場所舞台にそれが水戸止の戦いが繰り広げられるって言ったらやっぱりこの監督を 影響をするっていうのが、僕はすごい理にかなってると思います。もう実績があるんで、はい、はい、なるほど。そういえうん、あの、そういうところに、あの映画を見,見た瞬間は、僕はあんまりその、なんだろうな、本当に素晴らしい映画みたいな感動は正直湧き起こらなかったんですが、その後漫画を読んだり、いろいろ調べた時に、<laughs> 後で。 実はこれよくできてるんじゃないかって気持ちが湧き上がってきた。そういうところのなんかスタッフのなんだろうな <laughs> 計算とかみたいなのがなんかだんだん僕の中で見えてきた気がしたので、いや素晴らしいなっていう感じがします,るんですよね。でもいかにこれが難しいミッションだったかっていうのを改めてこうなん,て言うんですか,か身のすっ すくむような思いになるっていいうのはすごい素敵なことですね逆にそのなんていうかあの最初にこうふっと言ってしまったみたいな話で私も映画自体を全体として一つの映画作品と見た時にこの映画をどう評価するかっていうと、まあ、ちょっとも緩いんじゃないかなっていうところもあって、まあ、今回ね、うん、そのクライマックスがその2人、えー、と杉本とアシリパの決意表明になるっていうところで、うん、この「 杉本のモチベーションも最後に明かされるっていうところがあるんですけれどもやっぱりその最終決戦からこ,うこれから頑張っていくぞっていうところに向かう意味で言うとちょっとその全体を貫くこう枠。 組自体はは映画としては弱いいんじゃないかなかっ,っ,、ね、っていうのは、個人的に思っったんですよねていうのはその、はい、序盤のその漫画のエピソードをこう積み重ねていくところで、もう,もうちょっと思いっきり改変してもよかったんじゃないかなっていうのは個人的には思ったんですけれども、まあ、それ、こんだけ難しいことしてるのに、そんな無茶を言うなよっていうような感じはするので、<laughs> <laughs> なかなかその辺はちょっとこう、 アンバイとしてはこれ以外なかったんだなっていうのはちょっとお話聞いてて思いましたね <laughs>。それは原作を読んでいた山田さんからしてもやっぱり改変していいんじゃないかって思いに至ったってことなんですねやっぱりそのなんか漫画ってそれこそ最初にも言ったと思うんですけど、うん、毎週毎週のエピソードの積み重ねであるっていうところでいうと<ー>、まあ、映画特有のその連続する時間の流れにうまくこう乗れ なかったんですよね序盤は私次にこれが起こってこうするみたいなところで言うと、まあ、もうその時点ですでにアシリパさんのこうバックストーリーみたいなのが見えてもエピソー見えるようなエピソードを足してもよかったのかもしれないけど、まあ、そんなわけもないかみたいな。 余計なこと言ってごめんみたいな感じで最終的にはなるっていう難しさですね。<laughs> いやーそうですね難しいですよね。だからこれ最後、はい、何でしたっけ馬ぞ馬釣りで引かれる中で、はい、杉本とえっ、ー、となんか双子のあ兄でしたっけ？はい二階堂兄弟？<laughs> はい二階堂兄弟。<laughs> と戦うあれは実は原作にはない要素ですよね。二階とまあ追いかけ合うのはあるかなと思うんですけどもあ<の>はいえっと 鶴見が追いかけてあ、はい、あ諦めてそのまま戻るみたいな感じで、うん、あそこで何か激しいアクションが漫画原作ではなかったと思うんですけど、はい、要はそれだと確かにちょっとあまりにもクライマあれが一応クライマックスのアクションだと思うんで、はい、そこでただ逃げておしまいだといかんなっていうことで <laughs> まああいうのを入れたんだと思うんですけど <laughs> そ,それがあの全部事情が分かっててもちょっとさすがにあそこは食いたりな印象は僕も持ち。うん でな今その山田さんがおっしゃったようなある種エモーションみたいなところで最後映画をラストに向かわせるっていうのは、まあ、最近なんか割とそういう映画多い印象ありますけど「流浪に剣心」ンンのなんか新しいやつとか,なんかそんな感じ僕受けましたけど<ー>どうなんでしょうね。なんかうん僕は えー、いわゆる本当に娯楽活劇を期待して見に行くような人間なのでんなんかそこにあまりにも感情が流れすぎちゃうと個人的には乗れないタイプであるんでここはそらくだですから何て、うん、いうかすごいこのおそらくそのファンの反応みたいなのもあってやっぱりこのファンのための映画っていう側面ってすごく大きいじゃないですかこういった、うん、まあ最近の近年の映画は特にですよねもう実写に限らずアニメ化してもなんか余計な改変いらねえみたいな。 反応って結構多いと思うんですよね実際にその忠実にあの再現するっていうところが重視されるっていうところの中でまあどの程度のこうなんていうか,か駆け引きというかこう映画としてはこうした方がいいんじゃないのっていうのってやっぱ作ってみないとわからない部分もある中でどの程度のリスクを取るかみたいな話に今度はなっていってしまうのかなっていうところですよね。<laughs> いやそうなんですよ。そここで僕が本当にこの <laughs> 映画を見と思ったのはこの手の映画において最も重要なことはこの1本の映画としての充実度なのかいかに漫画原作を再現するか否かなのかっていうこれって全然違うことだと僕は思うので <laughs>、はい、再現性っていう意味では僕はファンの方は喜ぶ作品なんだろうなって思いましたただ僕みたいな門外観の初めて映像にから入るみたいな人間にとっては <laughs> なんかうまく乗り切れないなみたいな気持ちもあって、うん、ここす、すごい難しいって思っちゃったんですよね、どうなんですかねいやー、だから、まあ、結構その、まあ、これまでの積み重ねっていうところでいくと、おそらく日本の映像作品を作るっていう流れでいうと、まああの、再現度を高めていくっていう方向に流れていくんだろうなっていう感じはしますよね。私自身もそのやっぱなんか 無責任な観客でもあるので、まあ、なんかむちゃくちゃしちゃってもいいんじゃないみたいなところがどっかにあるんですよね、うん、それこそ竹島さんがその活劇を見に行くっていう感覚と <laughs>、うん、ま,あまたちょっと違うかもしれないんですけど、うん、あこんなことがあの映画だからやっちゃったんだみたいなところで言うとでもそれをもう無責任にするこれだけ大きなプロジェクトでっていうところはできないっていうところも含めて、まあ、原作者の、ね、野田悟さんも非常にこうコミットしているような感じもありますので、うん、っていうところ ですよね、まあこれはなかなかその、まあ、MCU じゃないですけれどもその海外の,そのコミック原作映画も、まあ、とはまた違った方向での進化を遂げているんだろうなっていうところを実感できる映画でもありましたねだから。あガラッパゴスカが住んでるみたいなことが <laughs> 如実に現れてるっていうことですかね。<laughs> <ー>おそらくだって今後展開し、まあ、映画は続くと思うんですけれども。 続きますねきっと、はい、そのプロジェクトを、まあね、それこそ MCU の話でいうと、まあ、結構手に負えない状況になっているみたいなところもある中で、ね、<laughs> そのプロジェクトが大型化していく中でイキンが <laughs> <laughs> もうじゃあ今年はデッドプールでみたいなね<ー>ちょっと、まあ、お客様安心するみたいなね <laughs> <ー>。<laughs> ところでまあ そのどういう展開になっていくのかっていうのはもう今後そのどれくらい動員が入るのかっていうところもあるとは思うんですけれどもまあ多分青写真みたいなところはあると思うんですよね相当撮ってる感じはしますしあのエンドロールの感じをするとそっかいやでも今山田さんがガラ <laughs>、えー、おっしゃったことでいわゆるガラッパゴスカみたいなキーワードを僕ちょっと思って、はい、ちょっと感じたことがあって。 これもしネットフリックスとかのドラマとしてやってたらちょっとひょっとしたら方向性変わるかなってちょっと一瞬思ったんですよ<ー>なぜなら、はい、つまりグローバルコンテンツになるからなるほどはいはいつまりこれやっぱり国内で <laughs> えと公開される劇場映画っていう、えー、強行形態だとどうしてもガラッパーゴス化せざるを得なくて僕さっきずっとあの、うん、X でえっ、ー まあ、見たよっていう感想みたいなちょっと見てたんですけど、はい、やっぱり再現度が高いみたいなこと喜んでる人いっぱいいたんですよね。うんそうですね、うん、まあその通りというかまあそ、ね、その初日に見に行くっていうのはやっぱ原作ファンだと思うのでそうですよね、はい、だからそういうコメントの仕方をしてやっぱり喜ぶっていう人が絶対いるわけで,、うん、でそれがじゃあほにもう世界何カ国でこれがグローバルに供給されるコンテンツだとしたらえっ、ー、とひょっとしたら。 うんもう少しその、えー、いわゆる、えー、クライマックスみたいなのをもうちょっとこうしたがいいみたいな力学が働いて、えー、なんかストーリー講座、もう少し改変されたんじゃないかってことをちょっと今妄想しながら今お話を聞いてました <laughs> ねそれで、まあ、結局そのプロデューサーサイドからこう脚本にこう、うん、注文が入ったらうまくいかなかったみたいな話も,たもう無限にあるわけじゃないですか。 無限にありますね。はい、うん。例えば、キングダムって、僕、映画としてすごく素晴らしいと思ってるんですあ,、はい、あれは、えっ、ー、と、なんだろう、本当に、ええー、なんだ。 第、第一話っていうか、おかしいな。1> 第一部,、えー、部まはい、第一、はい、部か。はい、第三部まで、今、ありますけど。<laughs> はい、僕は本当に、こう、ストーリーものでありながら、ちゃんと、えー、書くお話ごとに。カタリストすごく感じたんですね。僕は本当に昨今の、えー、とああいう、アクション。時代劇としては、もう、稀有の出来だと、本当に思って。いますけど。どただ、漫画を読む限り。 かそういう区切りの仕方が難しいその今田さんがずっとおっしゃってる、えー、とストーリーの積み重ね集積によってできてるようなお話、うん、それをちょっと膝カックのコメディーによってなんか補強しているような話だとどうしても、えー、キングダム的な大団円で1個終わって次のステージに組むみたいなのって難しい気がしてて<ー>これ実は映画じゃない方が良か,かったんじゃないかっていうふうに今思って 言い始めてきましたでもそれはあるとは思いますしす、ねまあ、ドラマ向きの題材っていうのは非常に分かりますそのおっしゃることはんそ何ていうか終わりが結構ね連,連載漫画ってまあど,どれもそうだと思うんですけど終わりが見えないままこう作家も作者も進んでいくっていうののこう一種のドライブ感みたいなしかもその1話ごとのこうクリフハンガーっていうか先が見,見たいっていう気持ちで進めていくっていう意味ではおそらく「そのゴールデンカムイ」に関してもその謎が謎を読んでっていう。 構成は非常にドラマ向きかなと思いますよね。なんだなんて言ったキングダムはみんなオチを知ってるわけなので。<laughs> <laughs> 僕知らなかったですけどね。あ、そうなんです。<laughs> <laughs> なんか大沢たかおって最後死ぬらしいよって聞いてびっくりしたんですけど。去年マジですかですみたいな。最近まで知らなかったっていう。<laughs> うまあでもねあの真の始皇帝になるぞっていうのはみんな知ってるじゃないですか。<laughs> あ、そうか確かに <laughs> あ。歴史としてね。あそうですね、はい、確かに。<laughs> そうかあ。面白いしだ。 と思います、ね、その漫画原作ってみんな10杯人からが私もそうですけどに語ってるけど何向き何向きみたいなのってあるかもしれないですうーんそうですね <laughs> はいあと僕もう一個妄想したことあってこの映画を見てあ,あの変な話して申し訳ないですけど <laughs>、はい、さっき僕この絵漫画がすごく 残酷なアクション的な部分とすごく膝かっくんなコメディ的な部分がすごい両極として両極にあって振り幅が大きいって言ったと思うんですけどひょっとしたらコメディにすごい振った作品も実はあり得ると思ったんですよ高校生としてあのものすごい原作ファンから怒られるでしょうけどそれこそ福田雄一がもしゴールデンカムイやったらみたいな妄想すらありえるわけでずっと食事シーンばっかりみたいな,なんか。 そういうエッセンスを一個抽出してもなんか実はあのそこでの世界線がまた生きるみたいなことがあってそれは多分なんか悠々白書とか、はい、キングダムとかワンピースへない部分っていうかうん,なんかこの振り幅の広さはちょっとゴールデンカーメンすごい魅力だなと思っててだからみんないろんなことを言い,言いがちな先になっちゃうんじゃないかなとは思います。 なんか一本線じゃない感じっていうかうそういう感じ深い作品だと思うので原作が、はい、そこのどの部分を抽出して僕はそういう意味では僕は最近さえ非常に高いと思ってますしあのなんか映画時代の出来っていうのを置いといて僕はもう制作スタッフのなんか努力と意志と熱意に感服したっていう感じですけどなんか実は違ったアプローチもありえた別の世界線がありえた作品なんだろうなっていうのはちょっと思ってます。 うんそうですねまあそれこそまあ原作だったら1一話丸ごとでっかい魚を釣る」みたいな話でこう割っていくみたいなところもありますし。<laughs> <laughs> みんなねそのなんだなん「ラッコ鍋」でしたっけのところ期待してたりとかすると思うのでまあはい、はい、難しいですね映画ってほんと難しいのはその10分間ギャグにこう振り切ったシーンがあるとなんかそこだけ異物みたいに感じよっぽどうまくやらないと異物みたいに感じちゃったりするところもあってだったらじゃあシリアスでいくかみたいなところで言うと、うん、まあ 今回の映画は非常にうまくバランスをとっていたとは思うんですけれどもまあこういうのも見たいみたいなのは出てきちゃいますよね。<laughs> 出てくると思います。それはやっぱりその懐が深い分、はい、僕はもうちょっとこれ見たかっただからさっきの僕の言い方するともっっとアクションを見たかったかんですよそれはゴーデン・カムイが内包しているアクション性っていうものに僕はひょっとしたら惹かれていてもっとそれを見たいっていう欲望につながってるかもしれないしある人によってはもっとコメディーが見たいっていう人もいるかもしれないし。 だからこれ永遠に成果が出ないものを一生懸命作ってそうなると原作通りにやるって。 すごく真っ当なやり方ではあると思うんですよね。うん。<laughs> もう、難しすぎるし、<laughs> そうですもう終わっな何かを勝手に尖らせるわけにもいかないけど、みたいな。まあ、そう考えると、やっぱ原作がちょっと異常な感じのこう作品ではあるんですよね。<laughs> <ー> <laughs> よく、よくこれ成立してるなって、まあ、絵がめちゃくちゃうまいみたいなのがあるとは思うんですけれども、うん、なんていうか。 やっぱ一人の作家がこ,れこのやび鍋状態を成立させるってものすごくてやっぱ漫画のポテンシャルってすごいんだなっていうのをて見なるほど僕ちょっとあんま分かってるんですけどやっぱりあれですか、はい、すごい大ヒット作品であるけどちょっと異端みたいなそういう捉えられ方してるんですかね漫画ってそうですねやっぱ変わった漫画であることは間違いないと思いますねうんそうかなんかあらゆるものが結構すむき出しのまま入って っている漫画だと思うんですよねその<ー>、うん、こう世界観に合わせるともちろんねその北海道って世界観もありつつもそのなんていうか好きな映画の要素を出したりとかっていうのは、うん、まあワンピースとかもしてるとは思うんですけれどもそれでもやっぱり不思議な漫画だなぁとは思いますね、うん、そうだからうんちく漫画でもありますもんねはい実は <laughs> そうなんですよね<笑><笑>、まあ、こ今回ねちょっとあの現え映像化された 部分を読み返したら、本当になんかあのクマのうんちくとかがすごくて、なんかこれ全部 <laughs> あの、なんつうんですかね、ボイスオーバーで聞いてもいいなと思いましたもん。<laughs> あそうですね。あ、これあれですよ。<laughs> ブルーレイ出たら絶対不公正解説とかで、<ー>そういうのをちゃんとやった方が、なんかいい楽しみ方できると思いますよ。<laughs> なんか、そういう細かい遊び方が無限できるコンテンツが、んなんかゴールデンカメの良さって感じしますけどね。はい。うん。 その中でのね、取捨選択と、まあ、こう座組の時点からですよね、まあ、このえ原作をどう料理するかっていうところで、まあ、ここに持ってきて、このキャストを集めてっていうのは、まあ、ちょっとやっぱ異常なこうけ成果ですよね。異常な成果だと思います。<笑><笑>まあ、続編、きっと作られると思うんですけど、それをじゃあ今度は。 どこまで漫画を再現させるのか<いや> <laughs> 何かオリジナル要素を入れるのか入れないのか <laughs> え何か、えー、とこの要素は省くのか省かなのかっていうところはより問われると思うんで、うん、いや僕は逆に2作目すごい期待。 しててますあのどういういもののを見せてくれるのかひょっとしたら全くそのまんまやりましたってこともあるかもしれないですけど <laughs> そうですねまあ逆にその話がこう移動、まあ、アニメもそうですけどちょっとこう省略とかもあるので、うん、まあできなくはないとは思うんですけれども今回私気になったのは結構あのクマを連れて行ったじゃないですかコタンに。はい、でクマをこう、えー、とイオマンテ送る意識についてが結構省略されてたのが結構意外で。 アシリパさんのやっぱアイデンティティみたいなところの話は意外とこうアイヌの新しい女っていうところですよ、ね、が話はなかったのがちょっと気になってまてそういう意味ではこうキャラクターのこうビルディングみたいなのは今後やっていくのかなとか考えちゃいましたねいや確かにそれも難しいですねそのビルディングっていうところを杉本に今回は集中させます <laughs>、うん、2>, 2作目以降それをアシリパにさせますっていう戦略なのか。 まあ、でも今回もアシリパの喪失とこう新たな獲得みたいなところにこう持ってったっていうところでいうと意外とその映画ならではのアレンジみたいなところも結構見えてくるんですけど、ね、アシリパがそれで番なんか映画的な改変が垣間見えるキャラクターなのかもしれないですあ、ねうん、でも山田アンナさんも本当に僕は素晴らしいと思いました、ね。いやーす あのシルエットがシーパーなのがちょっとびっくりし <laughs> なんかあの独特じゃないですかすごいでっかい着物を着てこう足がこう、はい、細くてみたいなの、はいはい、の絵がそのまま出てきてすすごすぎると思いましたいやすごすあのなんかちょっと棒読みっぽいセリフがすごく合うんですよね <laughs> う<ん>、うん、あれは本当にだから山田杏奈さんもなんかすごいあのいい絵がいっぱい出てらっしゃいますけどこういうビッグバジェット系ムービーの、うん まあいわゆるヒロ,インヒロイン的な役回りに出るというのはあんまなかったと思うのでなんか本当に繰り返しますけど本当この映画キャスティングが素晴らしいと思います <laughs> でしかも今回、ね、全然まだこれから谷垣さんとか、ね、みんな見私はすごく見たいので本当に続きあるなら、ね、もう,早別にもう十,分十分作でも全然見に行くので <laughs> 早めにこう見せてほしいなというのはありますよね。<laughs> 僕、一個だけちょっと今田さんにお聞きしたいことがあって、はい、僕、キャスティング素晴らしいって言いながらちょっと舘ひろしはちょっと僕はもういでたちがあまりにもいじきすぎて舘ひろしが次舘ひろしだなと思ってたんですけど<や>今田さん<れ>問題はどう思われいやでもま舘ひろしは割と舘ひろしというかこう肘かたよりはっていう感じはすごいしましたね。あれはもう アブデカはアブデカのままでいいんですね、<laughs> そこ。<laughs> まあでも威厳というか、雰囲気っていう意味では、すごい,なんていうかこうめ、めっちゃ強いんだろうなっていう感じはしたので、でも、タッチヒロシが出てるから、漫画読んでないけど見ようみたいな、アブデカ世代みたいな、ちょっと考えたので <laughs>。<laughs> <laughs> いるのかな、まあ、いるかもしれないですね <laughs> <laughs> あ。そうかそういううかいちょっと,割と中古 年のあ中高年でいうと個人的にアシットマンの主題歌いいなってちょっと思っててだ、はい、かあの僕「ファースト・サラムダンク」でも「10フィート」とか「ザ・バース」で使うんだって驚きがあったんですよああいうちょっと渋い中年ロックバンドを使うんだみたいな。なんだっていう 結構あのそれこそテンフィートなんかは2023年を代表するこう楽曲みたいな感じになりましたもんね。いやもう紅白でも、ねはい、出てましたからね。なんか,かそういう意味でのなんかまああれも周辺者ですけど。<laughs> <laughs> そうです何ていうか、こうあるある種のこう座組み的な戦略のこう積み重ねみたいなのも、そこでも感じちゃう、か勝手に感じちゃいますね。<laughs> そうですね、なんか、ずっと嫌な見方してますね。<笑><笑>よくないですかね。は <laughs> <laughs> はい、はい。まあでも、なんていうか、もうこの、なんていうか、実写映画化の現在地を知る上でもね、うん、かなり重要な作品になるであることは間違いないかなと思いますし、まあ原作ファンの方はね、ねこの動画を見る前におそらく見てらっしゃると思うのでね。うん ちょっと感想ありましたらぜひぜひコメント欄書いていただきたいなと思いますしもうキャストのね話するだけで多分もう1時間2時間ね話が終わってしまうようなねマキタスポーツ面白かったみたいな <laughs> <laughs> あっついう間に死んじゃう<笑><笑>でも、異常な説得、話を始める上での説得力としては異常なほどあったなと思って。素晴らしいです、ね <laughs> はい、っていう意味も含めてね、ねちょっとねもう語りがいのある映画でもあることは間違いないですし、これからもおそらく続いていくと思いますのでね、ね、うん、今,今後の展開の期待も含めてねちょっと皆さん是非是非、ね、ぜひぜひご意見、ご感想などありましたら。 書き込んでいただきたいなと思いますはい、はい、ということで竹島さん本日はいろいろお話ししていただきありがとうございましたありがとうございましたはい、えー。チャンネル登録いいねボタンもぜひぜひよろしくお願いいたしますここまでご覧になっていただいた皆さんありがとうございましたバイバーイ